それでですね、そのナノメーターサイズのそのブロックで何を使うかなといったときに、私たちはですね、このシクロデキソリンというのを使ってます。で、これ聞いたことある人います？知ってる人ちょっと手を挙げてください。あんまりいないですよね。教科書には出てるのもあるし出てないのもある。で、大学の入試に出たこともあります。はい。で、名前の通りですね、シクロですから輪になった。デキストリンというのは糖類ですね。糖というのはシュガーで、この後CD で略しますけども、こんな形で示してますね。で、今日はですね、化学式は使わないでおこうと思ったんですけども、全く使わないとですね、なんか寂しいというか話がしにくいで、ちょっと使います。で、酸素が O で炭素が C でっていうのは皆さんご存知だと思うんですが、こういう構造をしてるんで、ね、で、模式的にはこんな書きます。で、下はですね、これは分子モデルですね。皆さん見たことあると思うんですが、ちょうどですね、この分子の大きさはだいたい1ナノメーターの大きさです。でですね、ドーナツ型をしてるっていうんですが、この辺の構造式を見て皆さん知ってる人いますか？この構造何かなって、遠慮せずに知ってますっていません？多分知ってるけど皆さんちょっと、躊躇してるのかもしれませんね。これがね、ブドウ糖なんですね。で、ブドウ糖は聞いたことあるよね。グルコースなんですね。それがここで6個と書いてあるんですが、6個7個8個、複数個ですね、つながって割り当てつながった分子なんです。で、6個ものをアルファと言いまして、7個のブドウ糖でできた和の分子がベータで、8個だとガンマシクロデキソリンと言います。で、これはですね、実は結晶を作ってその X 線構造解析をした結果ですので、間違いないんですが、こういうドーナツ型をしてて真ん中に穴があって、というね。で、大体、外の大きさが1ナノメーターですから、この中の和っていうのは1ナノメーター以下の非常に小さい、空洞なんね。でも、この分子自身はもう100年ぐらい前から知られてるんですけども、その構造が知られ、で、それを利用されて、さらに研究が進んでですね、今どういう状態かというのが今日の話になるんですが、もう私もこの分子を扱い始めてからですね、何年になるかな、40年になるんですが、昔はですね、学生の頃からやってます。で、学生の頃はですね、市販されてないかっていうか売ってなかったんですが、日本はこういう合成の技術というのが進んでまして、実は発酵っていうんですが、酵素を使ってですね、作るんですね。その原料は何やと思います？これ実はでんぷんを原料にするんですね。で、でんぷんをどうするかというと、ある微生物で作用させるとですね、こういう形になるんですが、皆さんご存知のように、でんぷんというのはアミロースとアミロペクチンからなるって知ってますかね？ヨウ素でんぷん反応っていうのは皆さんね、これは知ってるよね。小学校でもな、なんでヨウ素で青くなるんですかね？知ってます？知ってるけども言いにくいね。アミロースっていうのはこのブドウ糖ですね、これが長くつながった分子ですよね。で、それが実は大きな螺旋を巻いてるんですよね。で、その中へヨウ素が入ると一列に並んで、で、青い色になるね。多分中学生ぐらいの、教科書には出てるんだと思いますね。ですよね。知らない、知らないですか。そのですね、大きな螺旋がですね、ちょうどグルコースが6個7個8個ぐらいですね、一巻きするぐらいなんですね。で、それを酵素でつなぎ替えてですね、輪にしてしまうんですね。で、そうするとこのシクロデキソリンというものになります。ですから、まさにこういう、ドーナツ型をしてて真ん中に空洞があるというものになります。でですね、この構造が分かったのは数十年前なんですね。で、研究というのはやっぱり時間がかかるというか、基礎研究というのはですね、いろいろ説が出てですね、仮説が出て、で、実験で実証してこういう形になってるんだと。で、最終的な X 線の構造解析なんかで決まるわけですね。それで当初はですね、
まあ、作るのも大変だったし、まあ、高価なもんですね。医薬品に使われてました。はい。なぜ医薬品に使われるんでしょうか。わかります？この空洞の中にですね、まあ、医薬品を取り込むことができるんですね。入ることができます。でそうするとですね、医薬品の中には非常に不安定なものがあるんですね。でもこの中に入るとですね、安定になるんです。なんで不安定になるかというと、まあ、空気中の酸素でですね、酸化されたりとかいうことがあるわけで、ところがこの中に入るとですね、まあ、安定になる。例えばですね、1時間で分解してしまうような薬がですね、1週間ぐらい安定になったらですね、それだけ使える価値があるわけですね。でそれからさらにですね、この中に医薬品を取り込むとですね、水に溶けるようになることがある。で医薬品っていうのは水に溶けるものより溶けないものの方が多いんですね。でこの中に入って水に溶けるようになると薬としてすごくいいことがあるんです。何でしょう皆さん何でしょうね。水に溶けない医薬品が水に溶けるようになるとですね、注射液として使えるね、注射として使えますね。それから点滴にも使える、ね、いいことがいっぱいあります。で実際にそういうことで不安定で水に溶けないものが安定化して水に溶けるので注射器として使われているのが今たくさんあります。まあ、そういうことで役に立っているものもあるんですが、それ以後ですね、実はまあ食品、ね、食べ物とかですね、今はまあ材料として使われているね。で皆さんもこんなん知らんわ、食べたことないわと思ってるかもしれないですけども、実は皆さんも必ず食べてるんですね。代表的な例はですね、この中にわさびのですね、なんか辛いというかね、ツーンとくるのがありますね。そういうのをこの中で取り込むんですよ、分子をね。でそうすると長持ちするんです。でわさびっていうのはそのまま置いとくとですね、もうすぐに分解して、そういう、まあ、辛いというかな、なくなってしまうんですが、この中に入ると安定化する。ですから今のチューブに入ったようなわさびなんていうのはほとんどこれが含まれているそうです。というようなことでね、食品にいっぱい使われています。でさらに今はですね、いろんな材料として使われてね、でこれはですね、まあ、このシクロデステンというのは非常に大量に、ね、安く作られるようになったということもあります。でそういうような背景でですね、これをさっきのですね、レゴのような形のですね、分子の凸凹で物をくっつけるという材料にしようというわけですが、さあどういうふうにして利用しましょうね。ね、ちょっと考えてみてください。これを利用して物をくっつける、ね、分子ですからえらい小さいですね。まあ一番単純に考えるとですね、こういう穴ぼこというかある分子を物の表面にくっつけたらいいね。ね。で、あとここに入る分子、これをまあゲスト分子って言うんですけども、それをまた物の表面にくっつけてやると、その物同士がくっつくんじゃないかというね、まあ、単純な発想です。はい。それでまたこの化学式が出てきて申し訳ないんですが、まあ、ちょっとこれ土台になる大事な分子なので、構造を書かざるを得ないんですが、まあ、ポリアクリルアミドゲロって書いてあるね。でこんな知らんわと、ね、中野先生も多分知らないと思うんですが、バイオ関係の人はもう知ってますね。多分高校の教科書ぐらいに出てるんじゃないかなと思うんですが、まあ、こんなですね、透明な寒天みたいなゲロなんで、ね、でなぜ重要かというと、まあ、化学式がこうなんですが、まあ、アクリルアミドというこういう単位と、それからビスアクリルアミドって、これはですね、端掛け剤といいますね。この長いポリマー、高分子を端掛けてる、ね、そういう部分がある。でこれがなぜ大事かというと、バイオですね、いろんなことに使われてるね、まあ、DNA の配列っていうのはまあ皆さん大事だっていうのはよく聞いてると思うんで、ね、でそれを決めるためのその、材料としてですね、使われてます。それから、まあ、タンパク質の構造とか大きさを決めるのですね、電気エイドの機材として使われる。でその他多通りの先生で書いたんですが、要するに分子の大きさによって分ける、まあ、古い分けるようなですね、まあ、ゲルとして使われるんですね。
でなぜこれを使っているかっていう理由もあるんですが、要するに長いポリマー高分子が短い端掛け剤で端がかかってるね。でそうするとこれネットワークっていうかな、網目構造になっててですね、全部つながってるわけです、まあ、一つのかけらがですね。ということはですね、このゲル一つが一つの分子と見ることもできるんですね。要するに分子は見えない、ね、小さいから見えないと思ってるけども、まあ溶媒は含んでるんですね、水を含んでるんですけども、まあ分子が全部つながってるという意味ではですね、これは一つの分子、そういうつもりで私たちはこれを使うことにしたということですね。はい、わかります。わかります。はい、でどれぐらいつながってますか、うん、どのぐらいって言うとね、無限につながってますね。ただね、厳密に言うとこれで一つかと言われると、固まってる部分はあるかもしれませんけども、基本的にはですね、ゲルのサイエンスという意味では一つの分子はつながっています。で切断した時にはそういう結合が切れて切断されているという見方をしています。はい、じゃあもうちょっと面白いとこまでいかないとですね。でそういうことですね、何をやったかということだけ言ってみますね。ここで実は真ん中に線があってですね、ホストゲルゲストゲルと書いてあるんですが、さっきこのシクロダイ線という輪っていうのは、ものを捕まえるのでホストと言いますよって言いましたね。でアルファベータガンマっていうのがあると言いましたが、それをですね、それぞれくっつけたゲルというのを作る。でこれホストゲルと言います。それからゲストというのはこの中に入る分子を持ったゲルなのね。でこの R っていうところにはですね、もういろんなものが来るんですが、まあ、今日の話ではですね、こんなあまり見たことのないですね、アダマンタンっていうんですが、カゴ型をしたですね、分子なんで、これはこのシクロデスの真ん中にすっぽりと入るんでね、強く入るというのでよく使われます。まあ、その他に、まあ、炭素4つのですね、分子とかね、あるいは、まあアルキル基とか言うんですけども、こういう、脂肪酸のようなものをくっつけたりします。でそれを別々に作ってますね。はい、で私たちはですね、まあ、鉱物質を作る専門家なので、こういうのを作るのは得意としてます。